こんにちは。ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日は自転車用の水筒を買いましたというお話です。いつものようにね、Amazon から購入しました。マウンテンバイクには水筒用のフォルダーをつけるネジっていうのがあるんですよね。ですからね、そこに、水筒が簡単に取り付けられるようになっています。まあ、今回買ったものもその規格に合ったものなんです。簡単につくんじゃないかと思います。まあね、今回買ったその格安な自転車用の水筒ですけどね、まあ、それなりに有名なメーカーです。ただね、実際やっぱり物は安いがためにですね、少しやわかなと、アルミの部分もやわだし、ちょっと水筒の部分も少し柔らかすぎるんでね、そんなに強靭な水筒ではなさそうです。まあね、それを取り付けていきます。この場所に2つのネジがありますので、そのネジを外して、アルミのフォルダーをですね、つけるという非常に簡単な作業です。結構ね、作業の方が結構しづらかったですね。っていうのは、ちょうど穴の開いた位置の上側ですかね、アルミの金属がちょうどあるんで、 L 型のレンチをこう入れて回そうとするんですね。それぶつかっちゃってうまくいかないっていう、この辺ね、もうちょっと考えて作っていただきたかったかなと思います。2つのネジをつけるだけの作業なので、非常にどなたでも簡単にできる作業かと思います。L 型の六角レンジできちっと締めます。そして水筒の方を、ね、ちょっと入れてみて、どんな感じか見てみました。まあね、非常にいいんじゃないかと思います。次はですね、ティナさんの方のレディス用の自転車に今度はつけるという作業に移りたいと思います。そこでね、問題が発生しました。レディース用はこれネジの位置は同じでしたけどね、結局装着する場所がすごい狭いというのも分かって、同じネジ穴でつけてしまうとボトルが取れないことが分かりました。あ、これはまずいという、状態で、いろんなね、別のつけ方を考えてみたんですが、やはりね、あまり良くないだろうということで、本来つく場所のネジ穴が2つありますからね、下の方を外して1個、下の方にずらしてつけていこうかと思います。まあ、1つのネジを締め上げて、大体どんな感じかということで、チェックをしてみましたところ、まあ、ちょっとね、ギチギチで取りづらいというのは確かにあるんですが、まあ、この方法で行くしかないかなと思いました。で、一つはネジで止めてますが、もう一つはね、何も止まっていないので、これではね、落ちてしまいますので、たまたま部品余ってたその、リングがありましたので、この部品を使ってなんとか、固定をしたいと思います。
この部品はですね、確か流しのパイプを止めるために買ったやつでたまたま1個残ってたんですね。それをねうまくネジで締め上げてギュッと固定しました。まあ、こんな感じでなんとか使える状況になっているんじゃないかと思います。ではまた。ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。